こんにちは、ゴロゴロキッチンのもむこです。今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えて、私たちが日本からパリ、フランスにやってきて、驚いたことをランキング形式でご紹介しようかなと思っています。くーちゃんもちょっと今、でもちょっと不機嫌そうな感じで怖いけど、つーさんもちょっと参加してくれるということです。よろしくお願いします。お願いします。くーちゃんもうご機嫌斜めだからはい、いいよ。はい、ありがとう。ありがとう。バイバイ。では早速10位からご紹介したいと思います。10位はスーパーにお買い物に行った時に、みんな自分のバッグの中に買い物をするものをどんどん入れてしまうっていうことですね。で、日本だとカゴの、お買い物のカゴっていうのを入り口で取って、でそのなんか黄色いねカゴの中とかに入れて、でそれをレジにこう持っていって、レジからまた違うカゴに入れてもらって、自分のバッグに入れるってことだと思うんですけど、こっちだともう、まあ、買い物のカゴも一応置いてあるんですよ。ですが基本的にみんなこうエコバッグを持ってくるので、エコバッグを持ってきたらエコバッグにそのままこうどんどんガシガシって入れていって、すごいこう堂々と万引きしてるかなって思ったんですけど、そういうわけではなく、まあ、こう合理的というかね、そのままそのエコバッグに入れて、そのままこうレジに行けば別に楽ちんじゃんっていう、そういう考え方なのかなと思うんですけど、でまあエコバッグだとね、まだこう、あ、エコバッグだからなってわかるんですけど、そうじゃない普通の自分のこうハンドバッグとかに入れてる人とかもたまにいて、でもう毎回あのアジア系のスーパーに行った時に、こんな普通のハンドバッグ、厚さもこんなやつにこうガシガシって入れてる人がいて、あの人はもう絶対にどう見ても万引きに違いないと思ってこれはいかんと思って、こう物陰からこう絶対ってずっとなんかちょっと後ろついてったりとかしてた、それでどうするって思ってないんだけど、とにかくついていっちゃったんで、ただ結局その人ちゃんとレジに行って、その子の自分のちっちゃいバッグからこうやってせっせ出してて、カゴに入れればいいのにと思うんだけど、それをカゴを取るのがめんどくさいのかな、なんかとにかく自分が持ってきたバッグに必ずみんな入れるんですね。だ友達が日本から遊びに来た時もやっぱり彼女も、っていうか万引きしていいのみたいな感じでこれ万引きできちゃうじゃんって言ってすごいびっくりしてたけど、まあ別にそれでねシステムとしてちゃんとやってるし、まあ、割となんかこうアンチボールっていう、あの値段が高いものとかにはピーってなるものとかがついてるからなのか、まあ、そんな感じでこの国は流れているっていうね、びっくりしたよね。つーさん、なんかそれでびっくりしたことあった？びっくりしたっていうか、自分がそれに気づいて自分もやろうって思うんだけど、ちょっとなんかこうちょっと怖いっていうか、なんか本当に入れていいのかなって、なんか認められてちょっと無臭って言われたら嫌だなとか思って、まあ、そんなこと言われる人いないよね。絶対いないんだけど最初、一番最初はちょっと躊躇したよね。わかる。私もだからこうあのオートマティックの自分で計算するレジだから、うん、自動レジに行く時とかはこう持ってってこうピッピッて自分でスキャンしても、あわざとこうバッグをビシビシビシってやってなんか何ももう入ってませんよっていうアピールとかをなんかしちゃう、なんとなく、うん、っていうのが10位ですね。で9位は洗濯物を外に干すことができないっていうのが9位です。でこれはまあ私の場合はロンドンに最初に日本から行ったので、イギリスもっていうかロンドンもやっぱり外に干せないので、まあフランスに来たっていうよりはロンドンに来た時点で家の中でしか干せないってことにびっくりしたんですけど、ロンドンも多分そうですが、パリはやっぱり景観を汚さないようにっていうことで洗濯物を外に干してはいけないっていうふうに聞きました。でまあ日本からするとこう、そんなもうなんか家の中でしか干せないなんて生乾きの匂いしかしないのみたいな気がするけれど、この国はすっごい乾燥してるから、割ともう半日ぐらいでどんな大きいものも乾いちゃうみたいな感じでね。外だと風もあって太陽もあってと思うけれど、意外と室内は乾燥しているので全然それで乾いちゃうんです。でだからなんかこう逆に乾燥しすぎてる時とかは洗濯物を干して湿度を上げようみたいな
こととかを言われて、そんな考え方があるんだっていうびっくりしたけれど、からまあね、まあ、太陽の、ね、香りがする洗濯物はすごいいいからね、いいんだけど、まあ、この国だとできないので、まあ、とはいってもフランスのパリ以外だったら全然外で干しても大丈夫みたいで、南仏とかはね結構みんな干してたけれど、全然大丈夫だからびっくりするよね、うん、俺も最初言われた時嘘でしょって思ったけど、毎日生乾きなのかなってすごい戦慄を覚えたけどでも乾かしてみたら日本より早く乾くもんね、外で干すより、うん、あっという間に乾くよね本当に、うん、半日ぐらいで全部乾いちゃったりとかするから、うん、夏とか、うん、びっくりするよね、うん、違い、水のせいもあるのかもしれないね、わかんない、硬質だから、いや乾燥だと思う、やっぱ乾燥がでも湿度が全然違うんだよ多分、うん、本当に気づかないけどね、うんうんうん、確かに。では8位はというと、同じく景観をよこさないっていう意味で、冷房の室外機を特に外につけられないから、冷房がつけられないっていうことですね。でこれもね、日本のこう冷房機があるのが普通の感覚からしてくると、冷房がないんだよとかっていうところは、じゃあつければいいじゃんって思うんだけれど、つけるには結構なハードルがあって、まずその室外機っていうのがあまり景観としてよろしくないから、アパルトマンの場合はつけるときはアパルトマン全員がこう加入しているサンディカっていう組合みたいなところで、室外機を取り付けていいかってい こう相談をしなくてはならず、でそこで相談すると必ず誰か一人は、いやそんなのはつけたらあかんみたいなおじさんだかおばさんがいるかなっていうわけですよ。そんなのいらない、パリは美しいだからっていうか知らないけど、だからそうすると結局全員からこう OK をもらえないので、室外機つけられないから冷房もつけられないという感じで、永遠にこの国は冷房がつけられないまあ別にね、これもパリだけなんだと思うし、他はあれなのかも。でも南仏とかはね、そもそもこう石造りだとそんなに暑くないっていうし、まあ、もちろん例えば17区とか再開発してる地域で新しい建物建ててるところとかでは、まあ、いいところもあるのかもしれないし、わからないけど、でもやっぱりエコ対策っていう意味でも、あのエコロジー問題としてやっぱり冷房は良くないってことで、全体的にこう冷房をつけようっていうマインドがあまりないですかね、うん、まあでも別になくても大丈夫だよね、うん、別に、まあ、あったらいいなって思うけど、うん、なくてもね、なくても別になんとかなるから、うん、そうっていうのが8ですね。では7位忘れたでしょ今カンペ見てる7位は街中の車の運転の荒さおよび駐車の仕方の凄さですかね、うん、まず駐車はこれは結構車乗りの人はよく知ってることかもしれませんが、縦列駐車をしなくちゃいけないところがほとんどで、で縦列駐車の前後のスペースが日本的にはどんこぐらい1メートルぐらいは必要なのかな、うん、1メートルぐらいは空いてるところがほとんどいる ね私がマックス見たのは前後は5センチぐらいで本当に5センチでこうどうやって出すんだ、思わず僕ずっと窓の外ずっとこの人出さないかなって見てたんだけど、すごいあれをね、どうやって出すのかなって思ったら、あれ 前後押して出すんでしょ、そうなんかちょっと当てんだよねバンバンとこついてるじゃん、なんかあの当ててもいいやつ、あのなんかおふくでもさ、あれ日本でだって日本では当てちゃいけない、まあ、まあ、当てちゃいけない、当てちゃいけないけど、うん、でもまあまあちょっとぐらいいいじゃんっていう感じなんじゃない、うん、多分、うん、すごいよね、傷ついてないよみたいな、そう大丈夫だからなんかグイグイあれがすごいよね。あと歩いてる人とかもなんかこう横断歩道とかも横断歩道を渡ってる人がいたら絶対止まらなくちゃいけないって決まりがなんかあるんだよねこの国って、うんうん、だから赤信号でも平気な顔して歩いてる人とかいっぱいいて、いっぱいいるね、でそうするとなんかこううーって来たらとかな、はーみたいな、うん、バーン
とか言ってね、怒ったりするよね。あれすごいよね、歌えられないのかなっていうぐらいの勢いでさ、叩く人いんじゃん、パン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 って、うん、ざけんなみたいな、どこ見てんだとか言ってさ、よくそこまで大きく出れるなっていう。そうなの。なんか青信号だとかね、あとこう横断歩道しかないところだったらなんか一応歩行者が優先だからってわかるんだけど、赤信号なのにふーんって渡ってた挙句になんか怒ってる人を見ると、なかなかなんか厚かましい、すごいよね、メンタル強いなと思ってっていうのが、7位ですね。はい、そうですよ、合ってます、正しい、正しい、はい。で6位いきましょう、はい、で6位はフランスは休みが多すぎ多いね、おい、本当にまたバカンスかよってやつでしょ、いつ働いてんのかなって思うぐらいじゃないだって年始、ま、年始は日本と違って唯一に違って休みが少ないなと思うのは、お正月明けたらすぐ、まあ、お正月って感覚がもうないからっていうのもあるけれど、1月1日休んだら2日からもう普通に始動するけれど、まず冬はスキー休みってなんだみたいな、何スキーの休みってたみたいな、スキー休みってイースターが4月にあって、それから大きいバカンスがあって、で秋は秋のトゥッサンがあって、でそれからその後にノエルがあって、でも各2週間ずつ休んでるもんね。そうね、まあ、夏休みな、まあ、そうだからなんか2ヶ月とかぐらいに1回ぐらいある雰囲気だよね、だからなんか逆に大変みたいだね、うん、その日本日日カップルのお子さんがいる家とか友達とかでも、その毎回みんなその休みの時期ずっと子供を面倒見なきゃいけないから逆に大変だからね、おじいちゃんおばあちゃんがいるお家とかだと子供を預けちゃったりとかできるし、なんかそのバカンスって言ってもおじいちゃんおばあちゃんとかに行ったりとかねできるけど、日々の人たちだともうねいないし、でもみんな休んじゃうしみたいなんでね、で夏休みも7月14日以降は休みみたいな9月まで、そうなんかね、だからなんか休みの前の事前休みみたいなのがあるからね、なんかまず地元に帰って2週間ダラダラして、その後さらにその後2週間なんかどっか旅行に行くとか、俺の知り合いのフォトグラファーとかみんなそんな感じ、だからだってさ、なんかあの前になんか学校の先生の人になんか話を聞いた時に、なんか一生懸命勉強教えても夏が終わるとみんな全部忘れちゃうからすごい辛いって言った夏が長すぎて全部忘れて帰ってくるってちょっと違う、日本と感覚が違うから、休みって言ってもそんなにしょっちゅういろんなとこ行くわけじゃなくて、まったりしてる時間も長いしね、家族でね、まあ、とにかくでも休みは長い以上です確かに、はい、でじゃあ次は5位、5位、5位あ、5位はですね5位は冬の朝が超暗い、今今まさにね、もうだって8時半とかでも真っ暗だもんね、びっくりするね、7時半に起きても暗くてあれみたいな、で8時半ぐらいになってちょっと明るくなってきて、9時になったらあー少し良かった朝だねみたいなでもうちなんかまだマシな方で、俺中庭に面した暗い家とか住んでた時なんて、本当に冬は今日昼なかったねみたいな、もう本当に夜で終わるみたいな、もう一回も日が出てこなくて終わるから、なんかうつ病みたいになっちゃうよね、ちょっとね。そうだ、フランスではうつ病すごい冬多い、増えるよね、すごくね、しょうがないと、本当に太陽って大事なんだな、だからフランス人太陽出ると太陽、そうってなっちゃうんだよね、分かる気持ちとしては、で逆にこう夏がすっごい夜が長いのがすごいまた不思議で、10時ぐらいまで明るいから、夏は本当に夕ご飯を食べるのが遅れるっていうか、普通にあまだ3時かなと思ったら、もう6時みたいなね、7時とか普通に過ぎてるから、夕飯を食べるのがすごい遅くなっちゃう、よくない、早く直してほしいこの人たちしても俺でも結構好きだけどね、長いの、夏を楽しめていいじゃん、でも冬がね、まあ冬はね、まあ夕飯は正しい時間食べたいのねはい、じゃあ次いきます、はい、4位です、はい、
4位は私的には宅配の人が1日待たないと宅配が来るって言ったらとにかく1日待たないといけないっていうのがすっごいなんてこう法律の悪い国だと思うんだけれど1日ね日本だったら例えば朝で午前中とか1時から3時とかってなってるのにもうそういうの全然なくて、はいじゃあ明後日来ますよとか言ってよろしくとか言ってね、うん、でよろしくって言ってもしいないんだったら日にち変えられますよって言って変えたのに来るみたいなねでなんかルール電話かかってきて、あ、いないんだけどとか言って言われて、いやだって私日にち変えたじゃんとかって言っても、いやでももう来ちゃったからみたいなねでなんか近所の人いないのとか言われてね、すごい勝手だね。それだけじゃなくてなんかこうアポイントとかでも19時までに届けますっていうからもう絶対受け取らなきゃと思って家でずっと待ったのに19時になっても来ないから電話したら、あもうなんか行ったけどいなかったから帰りましたとか言って、いや一日中いたしみたいなあるあるだね、うん、あるある、普通に嘘つくよね、うん、なんかねケロッとね、うん、なんか一回すごいどうしても絶対受け取らなくちゃいけないと思ったプリンターとかを頼んだら、うん、まんまとそんな感じで勝手になんか不在届入れられて、まず不在届の字が読めないわけなんかってなんて書いてあるか分かんないって言って、もうその時まだ学生だったから学校の先生に見せても、うんみたいな感じでしょうがないからポストに行って、こんなん来たんだけって、うんってポストの人も分かんないわけで、結局これって黒のポストじゃないみたいになって、黒のポストを見たらバスで30分ぐらいのところとかでそこまで行って、またこんなかかったパスで30分抱えて帰ってきたりとか、そういう理不尽さがありますね。あるね、ある、うん、あるあるですね。宅配はそうそんな、はい、それが4位でした、はい、じゃあ3位いっちゃいますかね、はい、お願いしますでは3位、はい、3位はみんないらないものを外に置いておくとみんながすぐ持ってっちゃうのですかね。素晴らしいシステムだよね本当にそれにすごい感銘を受けたよ。だから下手に物を置いとくと持ってかれちゃうって危険が、だから物を置いとくってことは持ってっていいってことなんだよっていうルールになってるから気をつけてねって最初来た時言われた、うん、あそう、うん、あの置いとくってことは持ってっていいっていうこと、うん、だってそういうことになってんじゃん、うん、そうだから本当にね、自分たちが、まあ、もちろんこう本当だったら洋服とか、あそういうものはあのチャリティーのところとかに持っていくのがベストだっていう話は聞いたけれど、でもまあちょっと持っていく暇がないもんとかね、そういう時とかは家の外に置いとくと本当に数時間でなくなっちゃうよね。いや下手したら5分でなくなるよ、うん、いいもんだったら5分でなくなる、うん、そうかも、うん、だって前駅前でちょうどそういうこうあの割といいなんかね船の模型とかそういうものをなんかわーっといたって、だからなんかこうもうすっごいわーでも人が群がって、うん、もうなんか これは俺んだからみたいな俺が先に見つけたみたいな感じですごい揉めたりとかしててだからそういう意味ではすぐ持っていかれちゃうから気をつけなきゃいけないんだけど、そうやってでも逆にそういうこうあの拾い物で家を、うん、デコレーションする人とかいるよね。なんか知り合いの旦那さんもそれがなんかすごい得意で、なんか朝パトロールして、あ、そうそうそう、まあ、いい場所があるんだよね、うん、その見つけるのに、ね、そうで家具を持ってきて自分で補修してペイントとかして素敵な家具にしちゃうっていうね、まあ、それはでもなんか古いものを自分がいらなくても誰かが欲しい人が持っていけばいいっていう、うん、そういう感覚としてはすごいいいなと思うけど、うん、そう思います、うん、素晴らしい。それは古いものを大切にしているマインドっていうことですねあれ違う、まあ、そう、それもある、はいはい、では第2位はですね、はい、フランス人はなかなかに忘れっぽいいろんなことを忘れてしまう、はい、そうですね、はい、もちろん全員がねこう全てを忘れるわけじゃないけれどもそりゃそうだって話ですが、例えばこうお仕事でこうメールをしたりしても
かなか返信が返ってこないなと思って電話をねすると、あーそうでしたみたいなね基本的には基本的には瞬時に多分行動しない限り忘れちゃうのね。多分刹那的に来てる。そう。その場その場で、ね、すごい集中してるからね。そう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 。だからわーって多分なんか忙しい何かがあってわーってこうなった時になんかピンって来たメールが、あ後で返事しようと思ったら多分忘れちゃうのかしらねみたいなね。そうだからもうこうね、最初の頃はなんで返事もらえないのかなとか、なんで忘れちゃうのかなとか、すごいいろいろすごい悶々とするところがあったけど、もはやそういうものだっていう風にだんだん分かってきてからは、例えば仕事のメールとかでも最初にそのメールを送るのは電話で一から説明する手間を省くためにメッセージするっていう風に捉えて、でも電話するとね、あそうだったそうだったごめんなさいねみたいな、別に感じが悪いわけじゃなくて、本当に単に忘れてたみたいな感じで、今は別にその仕事だけじゃなくてもね忘れがちだから、基本的には常にリマインドをかけないとね、そこ忘れちゃうから。まあでも逆にそれはいいところでもあって、ああそうだったそうだすぐするみたいな感じで、その場で臨機応変にねいろんなこと対応してくれたりとかもするし、根に持ってこうなんでそうだったんだとかって多分みんな忘れちゃうから昨日起こったことも忘れて今日はにっこりみたいなところもあるし、だからまあいい面も悪い面も、物事にはすべていい面も悪い面もあるということですね。そう、俺もだって一回なんか友達にすごい今好きな人がいてっていう相談をされて、神妙に1時間か2時間ぐらいその話でどう、ね、どこで会ったのとか、何なのみたいな話をすごい聞いて、でそれからしばらく 1,2 週間ぐらい後にもう一回会って、そういえばあの子どうだったって言ったら、普通に、何があってたいや、あんだけ言ってたじゃんって、あんだけあーみたいな、あーもうそう彼女と終わったよとか言って早みたいなすごいね。そう、あ、それはなんか付き合ってたら悩んでたってこと？いや付き合ってまではいないけど、まあなんかちょっとそういう感じだったんだけどなんかそう終わったって言ってたりとか、もう付き合ってるのも忘れちゃうのかな。いやそれはさすがにないと思う。でも前にそれでフォトアシスタントの僕がフランス人で、でその話でフランス人って本当忘れっぽいからねって言ったら、それは全員じゃないよってすごい強調されたから別に全員じゃもちろんないから、なんかね私も友達に送ったら返事来ないなと思って、あやっぱ忘れちゃってんのかなと思ったら、ごめん忙しかったからって言って返事くれたりとか、まあ、みんな忙しいからねパリに住んでる人とか特にね。だから別に絶対的にみんなが忘れるわけじゃないし、まあだからなんだろう、こう私がなんか言いたかったこと忘れちゃった自分じゃん、自分が忘れっぽいじゃんそう、なんか自分も忘れっぽくなっちゃったね。そうなる。フランスに長く住んでると日本人もなんか刹那的になってくる、どんどん行動が、すぐ忘れちゃうね、本当に何か知らんけど。そう、私が言いたかったのを思い出すけど、そんな感じだから、なんかこう逆にちゃんとメールの返事とか返してくれると、あーすっごいこの人いい人だわあーすごい仕事できる人だわっていう、すごいなんかこう底辺がすごい上がって、すごくいい、みんないい人だなって思えるっていう、いい話です。いい話ですね、はい、ありがとうございます。はい、では1位ですが、フランス人が実は思っていたより情に熱い人たちだったっていうことですかね。なんかこう日本にいた時はというか、まあ、日本で結構こうフランス人ってまあすごいおしゃれだけど、ちょっとこうスノビッシュとまではなくてもツンとしててなんか冷たい人が多いみたいなイメージがある人とかも結構いるんじゃないかなっていう気がして、で実際私も旅行に来た時とかは何かをねこう頼んでも、はいズンって行かれちゃってって思ったこととかもあったけれど、結局なんかこう多分英語で話すのが苦手とか、まあ、いろいろそこには理由があったりして、住んでみるとなんかすごくみんなね情に熱いし、かつ親切な人もすごい多いし、こう最初にもし距離があってもひとたびなんかその人の懐に入るみたいになるとすごくよくしてくれるね、なんかすごく考えて親身になってくれるし、だから私たちもなんか例えば YouTube を始めて知り合いになった人に紹介してもらって
ていこうって言ってどんどんつながってね、なんかいろんな人と仲良くなったりとかして、うん、で以前ご紹介したなんかルームツアーとかをしたお家とかも一回も会ってないのに、うちのお母さんのお家すごいすごいあの素敵なお家に引っ越したからルームツアーするって言われて、その娘さんにで、まあ、直接じゃあやり取りしてって言われたから電話をして、いやいやこういう感じでもしお伺いできればって言ったら、泊まってくって言われてえ泊まりですかみたいなびっくりしたよね。そうなんか会ったこともないのに家に泊めてくれるとかね、うん、すごいこう寛大だなと思ったりして。でもあの時あの後旦那さん言ってたよね、うん、あのなんかさすがにそのいきなり泊まるって僕もびっくりしたけどそうね、そう、まあ、彼女は特にそのすごいこう許容量がすごい広いから寛大な人なんだと思うけれど、うん、でもまあなんか会う人会う人すごくみんなねこうよくしてくれる人たちが多いし、うん、ツーさんだって来た時はさ、最初はフランス冷たいイメージだったんでしょ。そうっていうか、なんかそもそも俺はフランスに住み始めた時がフランスに来るの初めてだったっていうすごいタイプで、もともとファッションフォトグラファーだったからパリかニューヨークってすごい考えてて、どっちにしようかなって思った時に、なんか日本のイメージだとさ、やっぱフランス語難しい、そしてフランス人は保守的で外国人とかにはあんまりこう優しくないっていうイメージがあったから、この移民の人もいっぱいいる、ね、でも日本のイメージってそれじゃない。日本ってさ、なんかさあのオフランスってイメージがさ、うん、なんとなくあんじゃん。なんでおつけるのかしらね。あれしょ、なんかあのおそ松さんイヤミ、うん、とかのイメージじゃない、なんかオフランスはっていうなんかあのさ、うん、あのイメージがあるからさ、うん、なんかフランスっていうとなんかそういうこう、うん、なんかおしゃれで、そうおしゃれでそうハイソなイメージがあったから、うん、で俺はやっぱ若い頃になんかちょっと苦労したいと思ってパリを選んだんだけど、パリ着いたらなんだこの人間臭くてなんかこう人間味あふれる街はと思って、なんかもうすっごいこうテンションが上がって、着いた瞬間にもう俺大好きになっちゃったんだよね。でそれまで全くイメージなくて、とかむしろ辛い思いしたいと思ってきたのに、でも本当こっち選んでよかったなって思うし、そう。あとなんかさ、すごいこうさ、その流れなのかわかんないけど、みんな必ず絶対挨拶するよね。あ、そうね。絶対に。ね、すごくこう、そういう教育をされてるでしょ、確か。だからとにかくこう、絶対にボンジュールって言うじゃない、うんうんうん、で、なんか私こう、英語の感覚で最初なんかこう、人にものを尋ねる時とかも、excuse me って言うと、なんか、ボンジュールって言われて、あ、ボンジュールを先にとにかく言わないと、excuse me よに、第2段階なんだなって思って、だからボンジュールを言ってから次の話に移るっていうね。そうね、なんか東京とかだとね、ちょっと都会だからさ、うん、なんかなかなかこう挨拶するのもなんかこうちょっと人がいっぱいすぎるからね、うんうん、でも田舎とか行くとね、日本もやっぱり挨拶ちゃんとすごい、うん、挨拶ってさ、こうそれだけで相手とこうコミュニケーション取れるし、うん、そうそうそう、もうね、気持ちいい感じになるからいいよね、うん、すごくね、うん、そのとこはね、まあ、だからどこに行ってもボンジュールを言えばよし、うん、そうコミュニケーション大事。いや、まあでも本当にこんなに人間臭い場所だというイメージは日本に住んでた頃は全くなかった、うん、そんなにフランスに興味がない人間にはそういうイメージがやっぱりあったから、うん、だから、まあ、びっくりしましたね、うん、それは。まあだから人間臭い感じよねあれすぐ忘れちゃうしね、うん、すぐ忘れちゃうしね、そう、はい、という感じでですね、こう私たちの独断と偏見に満ちたランキング10だったんですけれど、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、あそうかもねと思うところもあるかもしれないし、そうなんてことだなと思うかもしれないしフランス人の人はそんなことないわって思うところもあるかもしれないけれど、まあ、なんかそんな感じのイメージを私たちは受けてますよっていう話だったので、はい、こう怒らないで聞いてください最後に一応言っておかないとね、はい、うん、いろいろあるからね、はい、という感じでした、はい、また次の動画でお会いしましょう。ではまた失礼します。さよなら。